どうもこんにちは。こんにちは。フュージョンの皆さん、シャナの皆さん、こんなに同じ部屋に、シャナクラブとフュージョンセクションが入り乱れて、あんまり入り乱れてないんだけど、うまいことね、前と後ろで分かれてるっていうのが前から見るとよく分かるんですけれども、こんな機会なので少なくとも 2,3 人とはお互いに喋って帰れるような、大丈夫か、おい長澤大丈夫か。いやもうね、ここにフュージョンの方はちょっと突撃をしてコミュ障ぶりを見せてってくださいっていう感じで、今日は5バンドほど、いろんなバンドが出演するので楽しんでやっていきましょうということで、一バンド目オープニングアクト務めさせてもらいますが、曲名は丸の内サディスティックです。お送りさせていただきます。聴いてください。将来そうになって結婚してほしい。
ありがとうございます。一バンド目オープニングアクトを務めさせていただきます、シャナフュージョン連合ということでですね、でございます、今ちょっとツッコミ待ちなんですけど誰かツッコんでくれませんか。もらえない、やっぱりもらえない、もらえない。いや昨日の打ち合わせでね、フュージョンもシャナさんも絶対一バンド目で硬くなってるからツッコミがもらえないんじゃないかって。そうなんですね、さすがに戻ります。私という感じですね、渾身のギャグをスルーされつつさっきけどなんかネタを一つ拾ってたじゃん。え、なんかこのさナナスタという場所でシャナさんもよくライブをやるということなんですけれども、はい、シャナさんがライブするときに絶対出てこないものが出てきたと。あ、ベースですね。あのシャナさんスタンディングでよくライブを見てられるじゃないですか。そういうことか。フュージョン、すいませんでした。椅子で座ってみるという文化があって、今いい感じか良くない感じか前後でそのね分かれているという感じに。という、フュージョンとシャナさんの文化の違いというところを小ネタの一つとしてね。申し訳ないです。空気の読めなさ、なんかすごい打ち合わせの段階であのMC で上がるっていう前情報をもらってて、すいません。リハーサルというか音出しの段階で PA さんが観客にいてちょっと上がってたよね。すでにバレました。すいません。という感じの、ね、探り探りの MC をしているんですけれども、はい、今回ですね、ちょっと小ネタを挟もうと思って、さっき最初にいた出演者の方たちは多分書いてるかもしれないんですけど、この、メモに、ただメモがもう数がないのかなよくわかんないけど、シャナさんとフュージョンの、お互いからのパッと見の印象を書くっていう企画をやってですね、いやそこボソボソと、まあ、そんな感じで MC に困ったらこれ使おうぜみたいな感じであるんで、出演バンドのボーカルの皆さんせっかくなんで使っていってみましょう。見ていいですか。じゃあちょっと交換。じゃあフュージョンの皆さんすごい書いてくださって、なんかすごいシャナの人今集まってきてるんです。少なめだった。すげえ、シャナさんからフュージョンの印象、あ、LINE が鳴った、美男美女が多い、まあ一部多いですね、確かに。こちらの、演奏ガチ勢、そんなことはあまりないかもしれません。いやこれですね、謎この一言に、このひらがな2文字に全てが詰まってるっていう謎。いや、いただきました。あれ、こっちがシャナの、シャナのイメージとしてはちょっとなんか今一番パッとイメージで車力とはこれ書いた人すごい気になるんですけど、私解説をちょっとこれ気になりすぎてやばいです。それちょっとあの舞台裏で、そうですね、ぜひぜひお願いします。探しよう。はい。どう？なんだ？キラキラしてる。くたびれてない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 とは。だいたい同年齢ということでね。シャナもフュージョンの皆さんも。ちなみにそれ書いたの俺っていう。あれ？あれ？というような感じで、MC の話題に困ったら。こんな感じで、この四次元ポケットからネタを出していきましょう。ですね、まあ、今回オープニングアクトで2曲やらせてもらう割に30分取っちゃってるんで、そうだったんですか。あ、まあ、けどいいか、ちょっと音出しのリハを挟みつつということなので、そろそろじゃあ、はい、じゃあ2曲目の方に行かせていただこうと思います。Thank you.
1曲目の丸の内サディスティックという曲の方が、シャナの私とつもりとドラムの芦田が選んで、そうですね、次2曲目あるのがこのフュージョンの方2人が裏ビになった虚言症という曲をやらせていただきます。虚言症いきたいと思います。えいやさっさーどっこいしょI'm not afraid to die.
ありがとうございました。これからもシャーナーフュージョンジョイントライブ続いていきますので楽しんでいきましょう。ありがとうございます。